MLB、平野、開幕守護神に大前進。オープン戦初クローザーで1回ゼロ風。9回任されるのはすごいこと。ロブロ監督は、平野を、28日にクローザーとして任命予定。ダイヤモンドバックス、平野義久投手が、26日、日本時間27日、日本拠地で行われた、オープン戦イン アンス戦9回4番手で登場。砲塔スプリットで、先頭打者を三振を奪うなど、無失点の好投を見せた。オリックスから移籍しオープン戦は試合目にして、初めてクローザーを任された平野は九9回を任されることはすごいこと。と、かつてのパリーグセーブの自負をノかせた試合は、 7-0でダイヤモンドバックスが勝利した。キャンプ地のソルトリバースタジアムから本拠地チーイスフィールドに移して行われた開幕モードの一戦。オリックス時代同様、クレバの中盤戦が大音量で流れる中、リリーフカーに乗ってクローザー、平野が登場した。強豪インディアンス相手に、期待の補強選手が。 どんなピッチングを見せるのか。拍手で登場を盛り上げたファンを、日本人ウワンは裏切らなかった。先頭打者の泣きん相手に、カウント2の2と追い込むと、5球目の時速81.8マイル、約132キロの砲塔スプリットで空振り三振を奪った。続くマーフィーは、ライトフライで仕留めると、最後のゴンザレスも、 センターフライで打ち取った。テンポよく、13球で三者凡退に抑えるとゲームセット。同僚とハイタッチで干勝を喜んだ。空振りも取れたのでよかったです。スライダーも体勢を崩してタイミングをずらせたので、ストレートもファウル取れてある程度コントロールできた。2試合連続で。 強豪インディアンス相手に無失点で抑えた平野はこう胸を張った。これが開幕まで最後のマウンドとなる可能性が高い。キャンプを最高の形で締めくくった右腕は長かった。勉強になることがたくさんあった。初めての経験なのですごく新鮮さもあってよかった。あとは、 この2試合は良かったけれどうまくいくとは限らないそこは簡単ではないと思うんで毎試合毎試合一人一人気を引き締めてやることが大事ここ来て一番学んだことルーキーなんで全く何も知らないんで一人一人きっちりとしとめたいと主将に語った オリックス時代の2014年に西武王に輝いた平野だが、9回僕にとっては特別ではない。僕は、どこで投げても一緒と語る一方で、客観的に見て9回で締めるのは、それなりにすごいピッチャーがいかないとダメなんだ。だから、すごいことだと思う。9回を投げるのは、と自負をのぞかせた。 トロ,イロブロ監督は、27日、日本時間28日にクローザーとして任命予定。順調に仕上げた平野は、開幕クローザーの大役を手にするのだろうか。